陸に住む最大の哺乳類ゾウ。メスを中心にした群れを作り、高い知能と記憶力を糧に高度な社会を築き上げる。現存するゾウは大別するとアフリカゾウとアジアゾウに分かれるが、非常に強い絆で結ばれた群れで生活することに変わりはない。ゾウはその外見を特徴づける部分に敏感なセンサーを持っている。その一つが鼻。ゾウの嗅覚は鋭く、食べられる草か否かを匂いで嗅ぎ分けるほか、ミネラル補給のために塩分を探す時も鼻先に備わった一種の味覚センサーを駆使する。丸く太い足も重要なセンサーだ。他の草食動物の群れが移動する足音など地面の揺れを足裏で敏感に感じ取り、素早く察知することができる。アフリカゾウでは特に目立つ耳も驚異的な能力を持つ。ただし目立って見えるのは耳たぶの部分であり、その代償は聴覚との直接的な関係はない。ゾウは人間では感じ取ることのできない低周波を聞き分けることができる。一説によると40キロ離れた場所に落ちた雷をも識別するという。スマトラ島沖地震の際に津波の到来を悟ったゾウがいち早く高台に逃れたことが報道されたが、こういった超能力のような行動も地面の揺れや低周波の音を聞き分けるセンサの力を有していたからなせたのであろう。さらに低周波の音を聞き分ける能力はゾウにとって欠くことのできない行動を司ることも分かってきた。それはコミュニケーション。メスのゾウの群れは人間には聞き取れない低周波で鳴き交わし、常にコミュニケーションをとっていることが判明している。特に群れから離れると不安になるのか盛んに鳴き交わし、興奮した仲間をなだめるように鼻を絡み合わせる行動を頻繁に繰り返す。人間にはその声は聞き取れないが、ゾウは互いを確かめ合い、不安を取り除き合うことで群れの安定を図っているのだ。アフリカゾウのメスは側頭腺が発達し、個体差は著しいが、興奮したり不安を感じるとこの部分からにじみ出すように液体が流れることがある。わずかな時間、わずかな距離であっても群れから離れたゾウの中にはこめかみを濡らしているものも見られる。そういったゾウには群れのリーダーが駆け寄り、鼻を絡ませて不安を取り除き絆を深める。ゾウは広い草原で生き抜く力をその巨体を利した攻撃力ではなく、密接なコミュニケーションにより育まれた群れの絆により勝ち取った。その絆を深めるのは人間には感じ取ることのできない低周波センサの力なのである。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には
分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。